ルイ三世ドブルボンコンデは、フランスの貴族、コンデ公。行位を継承して、わずか1年で死去したため、一生のほとんどを2番目の称号ブルボン公で呼ばれた。他に、モンモランシー公、アンギャン公、ギーズ公の称号も保持していた。コンデ公、アンリ三世と、非アンヌドバビエルの次男として、パリのオテルドコンデで誕生した。大同盟戦争では、リュクサンブール公、 フランソワ・アンディ・ド・モンモランシーの軍に属して、スペイン領ネーデルラント先生へ向かい、ジュ・オジで、姉・マリー・テレーズの夫でもある、コンティ・コー、フランソワ・ルイと共に1692年のステンケルケの戦い、1693年のネイル・インデンの戦いに参戦した。当時の社会では、王朝の熟慮で多くの政策が行われていたが、 同じ一族内の決定についてはそうではなかった。強力なブルボンコンデ家と王の血を引く書室の娘との結婚が、ルイ14世がその眉を上げるがごとくにあっさりと決められたのである。しかし、祖父でコンデ家の長老ルイ2世は、かつてルイ14世に対抗してフロンドの乱で、 反乱軍側についたという追い目があり、そのことが置いたる彼の頭の中を占めるようになっていたが、彼の孫類に王の諸子ルイーズ・フランソワーズが降下するのは、コンデケへの交遇であり、ルイ2世に対するものではなかった。コンデケからは、多くの身体的、精神的に障害を持つ子孫が出ていたが、ルイ3世も、例外ではなかった。彼は、身長が5フィート半しかなく、 身長が低いと言われていた。事実、姉妹は王室人形あるいは小さな黒いカブトムシと揶揄されるほどキャシャで知られており猫背でもあった。類は不格好なほど頭部が大きかった。加えて肌の色は黄みがかったオレンジ色をしていたという。また、当時としては最高の教育を受けながら知性的な人物ではなかった。 ルイ3世が今下校でいられたのはわずか1年足らずであった。父や祖父のように死亡時には回復の見込みのない精神錯乱状態にあった。実際に死去するまでの数年間狂気の世界にいたのである。ひどい顔をしていると歴史家に記されたルイは42歳の若さで亡くなった。娘イザベル、ありがとうございます。